はい。今回はこの CM 記念ワンダーセレクション装備召喚、聞いていきたいと思います。いやー、バースト1個もらえるのありがたい上に、11連が485ジェムなんで、まあ、500円ぐらいで引けるっていうのがすごい嬉しい。ありがたい、ほんと。なんかいろいろと、年末に向けてね。いや、ほんと、ありがたい。でも何が出ても嬉しいんで、とりあえず引きます、これは。引いた方がお得でしょうと。なんか、私だけかな、アップデートしてから、なんかエラーとかがすごい出るんだけど。いける？いける。はい。よし。何やっても嬉しいですよ、ここは。まあ、でも、いいよ、いい。久々だった。なんか、虹が一個っていうのが。はい。何かな。これは、うわぁ。まあ、持ってないような、確か持ってないと思うんで、まあ、スノー結構エースな感じで働いてくれてるんで、パラメーターが上がると思えば、ただ、超必殺1個か、渋いね。で、選べる装備、バーストなんで、ここすごい悩むんだよね。ここでトットさんをもらうべきか、でもトットさん別でももらえるから、だったら、なんかラインナップされてない人の方がいいのかなとか、うん、すごい悩む。なんかセーラも欲しいし、マトウヤも欲しいし、まあ、でも、もらっときます。ここはもうトットさんを。ぶち切れようと思います。やっぱ、ぶち切れ狙いでね、結構回してるんで、今まで。なんで、ここでもらえます。はい。カット。はい。じゃあ、ぶち切れもらいたいと思います。で、OK。何？あ、レビュー？ちょっと、後にするね。はい。ということで、トットさんをついにもらいました。これで。トットさんをどんどん使っていけるんじゃないかなと。雷魔法パが食えるんじゃないかなと。はい。で、今回こんな感じで終わりたいと思います。はい。バイバイ。